なんか振り入れしてさ、なんも髪ボッサボサだけど、まあ、いっか。まあ、いいや。こんばんは。無事に東京帰ってくれた。ああ、よかったです、それは。みんなちゃんとお家に帰れましたか、昨日は。こんばんは。何場にしたのって。何場にしたか。ほうじ茶クラシックティーラテです。これしか飲んでない。もこれしか飲まない体になってしまいました。私は こんばんは。 美味しい。レッスンお疲れ様、ありがとうございます。レッスンしてきました。すごいね、なんか楽しかった。 楽しかった。 楽しい可愛い曲でした。こんばんは、やっほー。こんばんは。こんばんは。こんばんは。いや、本当今日レッスンした曲は特になんか耳に残りやすくて、すごいなんか懐かしい感じがする。曲調じゃないけど懐かしい感じがするメロディーってあるじゃないですか。なんかそんな感じが個人的にして、すごいなんかファンの方の前で披露するのがすごい楽しみ今は。 こんばんは、リフトありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。千秋楽のリハはないですね。そんなないよ。ないよ。こんばんは。こんばんは。ねえ、もう やばい、喉が。ゆうた、ありがとうございます。シンポジかな、シンポジではないけど、前回とポジションは違うね。大丈夫。なんかね、ずっとほんとここ最近すごい喉の調子が悪くて、なんかいるんだよね。 そう、なんかいるんですよね。目元のメイク綺麗だね。今日何も塗ってないよ。そう、なんか色素沈着しちゃってまた茶色くなっちゃった。何もしてません。いや、なんかそのなんていうの、新公演のレッスンって結構、まあ、いろんなスタッフさんがいたりとか、まあ、スタッフさんもいるし、他にもすごいいろんな方がいるから、まあ、一応メイクしたりとかメイクしてきて、なんかメイクしなんかしてきた方がいい人はしてきてねみたいなっていうメールにも書いてあるんですよ、いつも。でも私はもうめんどくさいかっちゃうのでしていきません。いつもしていったことありません。
なぜならめんどくさいからです。ただそれだけ。なんかもうその時間すらもったいないっていう風に感じてしまう。いやなんかメイクのために朝早く起きてさ、なんかさ早起きしてメイクしてって言って、でも結局マスクするやんいやだとしたらまあ目元だけするならまあまだしもよ、まあ、ペースメイクからするとかもめんどくさい、めんどくさい、やだ嫌です。早起きね、でも今日早起きできたんだよね、信じられない、信じられないんですけど早起きできちゃいましたっけ。6時半に起きた。まあ、バナナケーキでケーキ漬けだって。ふーん、こんばんは。15時くらいまで寝てた。私がレッスン頑張ってる間寝てたんですか。信じられない信じられない、あんなにも私は今日頑張ったんだけど寝てたの。その間に眠気と戦いながらアンケートまで書いたのにアンケートまで書いたのに、もうこんな寝ながらアンケートまで書いたのに寝てたの、ありえませんこんばんは。いやなんか今日すごい、なんか別に文句とかではないんだけど、なんか昨日なんかさ、ゼロポジライブのゼップライブの打ち合わせがあったんですけど、そうなんかその後になんか明日はレッスンありますよみたいなメールが来たんですよ。でそのメールだけが来たから時間は来なかったんですよ、何時から、いつも何時からっていうのが書いてあるのに、昨日のメールにはなんかそれが書いてなくて、まあ、不思議だなと思いながら過ごしてたんですけど、なんか11時になってもその明日の連絡っていうのが来なくて、あれと思って、私明日レッスンだよなと思って、一応マネージャーさんに聞いたら、あれ明日石黒さん休みですよみたいな来て、いや絶対に私休みの自信がないと思ってそう休みの自信がなかったから、いや絶対に私明日レッスンだと思って、そうなんかこの今日来たメールは何ですかって言ったら、なんか一度確認してみますって言われて、そしたらなんか、ああなんか名前が抜けててみたいな言われて、まあ別にまあミス、まあ誰でもそういうお間違いはするからいいと思うんだけど、そのメールが来たのが11時半だったんですよ。でもうママ寝てるんだよなと思って、そう送ってくれる人がもうママしかいないわけよ今。まあ今タクシーいるから別にいいんだけど、いやもうなんかどうしよう、これ起こすにもなんか申し訳ないし、もう朝バスで行こうかなと思って、まあ、一応 LINE しといたんだけど、その電車の時間とかを調べてね、まあ、送ってそうこの時間に家出たいって LINE したんですけど、まあでも LINE 見てないと思ってたから、そう今日ね自分で朝起きて家を出たわけよ、バスに乗って行こうと思って、そしたらそうバス乗ったよってLINE したらママから返信が来て、でも LINE 見てるし戻ってきなって言って、わざわざ車で送ってくれましたっていう優しいエピソードでしたそれだけです、優しい。なんなら朝ごはんまで食べて家出ましたそうあのね、そうバス停までのね、そう行きの道でね、途中で戻ってきなーって乗せてってあげるよって言って、優しいよねママしか勝たん。そうそれで朝ごはん20分ぐらい時間があったので、もう急いで食べて家出ました。
ゆずが早食いだと。私本気出したら早食いだよ結構。まあ普段めっちゃゆっくり食べるようにしてるけど、早食いですよ。昨日の酒屋ダッシュは優勝だったの。え、なんで知ってんの？怖いんだけど。誰情報それ？誰が漏らしたのその情報？やめてよ、恥ずかしいじゃん。やだ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 、何、誰が話したのそれ誰、ゆずその話してないよね昨日。恥ずかしいんだけど、やめてよ。誰誰だよ、かほちゃん。ねえかほちゃん、何話してくれちゃってんのよ。じゃあ話そうかなんか昨日30分、なんか打ち合わせ30分前ぐらいにファミレスに行ったんですよ。でまあゴールデンウィークだし思いのほか混んでて、まあでもマリンがね先に着いてたのファミレスに。だから先に座ってて、もう先にメニュー頼んどくわみたいな。そう、まあさすがに座っちゃったら出れないじゃん。まあ申し訳ない、さすがに失礼だからお店にもね。そうだからじゃあ先に座っとくわって言って、まあ時間もないし4人でピザ食べたら早いんじゃないみたいな話になって、もうピザ頼んだんですよ。そしたら店員さんがワンオーダー制になってまして 4つ頼んでくださいって言われて、そこでマリンと私とカホちゃんとアミがいたんだけど、そう、もうやばい、30分しか時間がないし、だしまだ頼んでもないのに30分しか時間がないのね。そう、それでもうどうしようってなって、もうすぐ食べれるようなものを選んだんだけど、でもう本当に10分もなかったぐらいで食べて、それを、そう、しかも結構熱々な料理がなんか来て、そう、なんか熱々な料理を頼んじゃって、なんかすぐ食べれることを意識しすぎて、そう、秒で食べれるものを、そう、なんかそう意識しちゃったら、なんか熱々なものがいっぱい来て、もうなんか超熱いのにもう時間がないから食べなきゃいけないじゃん。で食べて、そうで先にカホちゃんがお支払いしてくれて、でそっからもうダッシュよ、酒屋ダッシュです、4人でマジで恥ずかしかった本当に。別に誰かに見られてるとかじゃなくて、もう走ってる自分が恥ずかしすぎて、もう早く着いてくれと思いながら走ってて、もうあと5分しかないとか言って、そう超ダッシュよ。もう連携プレーで一人が電話して一人がエレベーターを確保してっていう風にしてやってましたっていう話です。え、ガチで走りましたよ多分マジで笑いながら走ってたもんそう笑いながら走ってて、もうなんか何やってんのだって開き直っちゃって途中で。そうで、かほちゃんがねもう遅すぎてそう、私はもう前だけしか見なかったので、マリンと一緒に走ってたんだけど、そう後ろにあみちゃんとその後ろにかほちゃんがいてもう後ろ見てなかったけど、だいぶ遅かったですねちょっとでそのまま打ち合わせするっていうお話ですですね。そう、マリンとユズはね、そう足速い方なのでその2人に多分そんなに速くないアミちゃんとカホちゃんが走ってるからめっちゃ面白い、無理ユズポは足長いから速そう。いやそんなことないけど、でママはめっちゃ速かったらしくて、遺伝かも。めっちゃおもろいよねゆずぽだって、はい、あみちゃん速そうなのに。あみちゃんはね可愛いです、走り方が子供ですめっちゃ子供だよ
また SK の大運動会やってほしい。ファンの方が言ってよ、それは言わないと分かんないよ絶対に。やっぱ未完全 TV でやるしかないですね。うん、そういえば私未完全バトルで勝ったんですよ。優勝したんだけど、なんか決めといてねみたいな言われたんですよ、やりたいことを。まあ密着みたいな企画らしくて、何も決めてないや。こんばんは。そう、まだ何もお話が進んでおらず、密着早食いとか、早食いはちょっと太るからな、大食いがいいな。いや大食いがいいな、どっちも一緒やな絶対。どっちも一緒だよね。わんこそばチャレンジ、やってみたい。ゆずかバンジージャンプとかやりたいか。なんかどこの県にあるか知らないけど、なんか月っていう看板があるとこ行きたいです。なんか月っていうこういうやつ、道路にさ、道路のやつ、バンジージャンプ飛びたいやつ。でもさ、バンジージャンプってさ、飛びたい人がやった。喉がおかしいです。バンジージャンプって飛びたい人がやってもさ、面白くないよね全く。取れ高ゼロだよね絶対。なんかさ、月っていうさ看板があるんですよ。どこの、あ、浜松なんだ。ウェイ、アイドルじゃないな咳が。ああ喉が。こんばんは。何かが引っかかってる感じ。うん、なんかいるんだよねずっと。こんばんは。たけしの密着してみようよ。誰得なの。誰得なんですかそれは。誰も面白、あれだよあれだよ、面白くないよそれは。取れ高ゼロです。あゆずぽはこんばんは言った、テレビがこんばんは言った、すごっ。こんばんは。昨日隣のレーンから見えたエズポの足が綺麗で見とれてしまったよ。見とれてしまった。じゃあ次トーク会来てください。いやー、見とれさせたままでは終わらせません。いやー、その自分の目で確かめに来てください、目の前で。あ、でも6月18はちょっと足が見えないので、多分6月19に来た方が良いです。言っておくわ、6月19に来た方がいい。6月19ね、そうキューブね完売してるらしい。ありがとうございます。幕張ですね。6月18はコスプレなんですけど、6月19はあれですね、あれだね、グッズになってるやつです。デニムの衣装です。チキホルとかのグッズになってるやつ、クリアカードとかあるんですけど、そう、トーク会だと足が見えない感じになってるような。そんなん下がってって言ったら下がるんだけどな。
え、なんだれずさ、そんなよくやりますよ、同好会で。今日の全身どんな感じですかみたいな聞かれたら、全身見せるんですけど、いつも6月19話行きます。18話悩み中です。なんで悩むんですか、19話来るのに。そんな流れで行きましょうよ。こんばんは。まあでも結局はなんかインスタとかさ、ツイッターにあげるから一緒なんだけど、やっぱ生で見るのとは違うよね、またね。なんかさ、今日子供の日じゃないですか。痛い、めっちゃ痛かった今、ガッてやっちゃった。無事、耳めっちゃ痛かった。痛い、うわ、え、今やばかったよ、耳取れたんかと思った。痛、危な、引っ張っちゃった。なんか普通に、あ、こうやってやっちゃった。耳ある、うん、ある、ありました。あ、そう、子供の日の話だ。子供の日の話をしたかったんだ。そう、子供の日だから、なんか子供の頃の写真を載せようかなと思ったんだけど、なんかもうミレイちゃんが強すぎて、もう載せる気なくなった。申し訳ないけど、もうなんかもう強すぎるのよ、あの写真は。いや、もう載せるのが恥ずかしい、逆に。もう載せられない、それちょっとね、もうダメだわってなっちゃった。あれ以上のものは私には出せないので、ちょっともうあのモバメで送るわ。あ、まあ最近じゃない、もう、もう画質が最近やん、そんなん。ずるいよ、もうチートすぎる。もうでも一応ね、あの写真見つけておいたので、お豆で、お豆で送ります。こんばんは。いや、もう画質が最近すぎる。なんかもう画質良くない？もう昔とかじゃないじゃん、最近じゃん。何年の写真なの？でも2009年生まれってことは、仮にあの写真が4歳だとしたら2013年でしょ。え、こわ、やば、そりゃ画質がいいわけだ。怖すぎますね、やだー、チートが欲しいになる。え、チートもダメなの？やば。2013年、私何歳だ ?2013 年は何年前だ、今から。7年 ?8 年 ?9 年か。9年前 ?9 年前か。9年前ってことは、9歳。9歳か、記憶ないな、何してたんだろう。9歳か10歳、記憶ねー、何してたんだろう、記憶ないっす。小学3年生か。あ、じゃあアイカツハマってたわ。アイカツ好きでした、アイカツ大好きでした。学校で毎日アイカツの話してました。そう、バスケはしてないですね、その時。小4からしてました、バスケは。まあでも、まあ、にわかみたいなもんなんで、できないですバスケ。こんばんは。懐かしいね。あと縄跳びが得意だった、すごい、今でもだけど。そう、学校でなんか縄跳びの時間があったんだけど、冬とかに。そう、縄跳びガチ勢でした。放課の時間縄跳びばっかやってた。
私放課にさドッジボールとかそういうの好きじゃなかったからやってなかったんですけど、代わりになんかそういう縄跳びとかやってました。こんばんは。二重跳びとか、二重跳びはもう楽勝だよ楽勝すぎます。こんばんは。楽勝楽勝。あやとびもできそう。あやとびも好きだよ。あやとびも好きだけど別にあのやりはしないけど。チアは何歳の時やってたの？チアは小学1年生？年長さんからやってました。年長さんからなんか体験みたいなやって、小学校1年生から本格的に始めて、合格発表 SK のオーディション受けて合格発表してからもうやめなきゃいけなかったから、そうダメですって言われて、まあさすがにダメだろうなと思ってたけどすぐやめましたもうその次の多分その次習い事があった時にもうやめますって言って即やめて終わりましたそうね、うん、そうでした。懐かしいっす。あ、ギフトありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。放課教室で折り紙持ってました。折り紙もね、ゆずめっちゃハマってたよ。小学4年かな。めっちゃハマってました。狂ったようにやってました。ずっとやってた。なんであんなハマってたんだろう。家でもやってたもん、折り紙。折り紙はなんでハマったのか全然覚えてないけど、なんでハマったんだろう、不思議で仕方がない。今思ったら懐かしい。もう22時や。早っ。あやとりにハマってた。あやとり懐かしい。響きがもう懐かしい。あやとり、今鶴何も見れない、見れないで。私ね鶴折れないんだよね折り紙好きなくせに鶴折れなかったんで、多分今は折れるかな、多分折れると思うけど、多分いけるはずだけど、めっちゃ最近折れるようになりました鶴は。懐かしい。うん、あー美味しい。こんばんは。こんばんは。あと小学生の頃はね、なんか伝記を読むのが好きで、よく図書館行って借りてました。借りて放課に読んでってやってた。懐かしいっす。懐かしい。もうそれの無限ループだよね。もうもうそれの無限ループ。本当に電気読んでは借りて読んで返してまた読んでって感じでした。誰の読んでた？でもめっちゃ読んだよ。めっちゃ読んでましたよ。めっちゃ読んでた。こんばんは。
学校の授業とかが別に好きじゃなかった、好きではなかったけど、なんかそういう漫画みたいになってるじゃん電気って、そこが多分ハマったんだろうねそうマジで読んでました。なんなら買ってもらってたかな電気ちょっとだけ。なんか普通に小説とかは別に好きじゃなかったんですけど、やっぱ漫画じゃん結局は。まあでもその人のこと知れるから別にお勉強にはなるけど、結局は漫画やんけどそれが多分楽しくて読んでたかな。すごいよね、めっちゃすごくない？こんばんは。懐かしすぎ。漫画で歴史の勉強できるってめっちゃいいよね。最強じゃない？考えた人天才だわ。そう、よく読んでました。私これなら買ってもらってたもん。なんなら普通の本はダメだったけど、電気なら勉強になるからって言ってちょっと買ってもらってました自分の半生を漫画にしてもらいたい。いやー今はつまんないでしょ書いてももうちょっと頑張らないと。夏休みの読書感想文とかどうしてたの？でも別に本読むこと普通に嫌いじゃなくて全然好きだったんですけど、読書感想文だけはどうしてもなんか書けなくて。そうでも全然好きじゃなかったね。一番最後にやってましたいつも読書感想文。久しぶりに電気漫画読んでみたくなった。それな、ほんと買いたい。そういうセットみたいないんかな、そういうのが全部ついてくるみたいな、欲しいなんかゆずはこれをなんかこの映画を 見たとするじゃん。そしたらなんかどう思いましたかって聞かれるのがすごい苦手なんだよね。どう思いましたかって言われてもそんなすぐに感想言えないんだけどって思っちゃうタイプだし、一回見ただけじゃその人の気持ちとかが分かんなくて、今もなんですけど。そうでもすごい集中して見るようにはしてるし、なんか試写会とかもね一回参加したことがあって、その時はめっちゃ頑張ったよ、あの感想言うのね。そういうこういう風にどう思いましたかとか言われるから、まあこういう質問されるんだろうなと思いながら見てて、だから別に答えれなくはないんですけど、そうなんかどう思いましたかって言われてもうなんかえってなっちゃうんですよ。急に言われてもって感じになっちゃうし、私は一回で理解できるタイプの人間ではないので、映画を見たところで。そうだから俺も2回3回見ないと内容が入ってこないそう別に集中力がないとかじゃないんだよね。そう、なぜか頭に入ってこないんだよ。そう私なんか例えばその人と同じような感想になっちゃいますきっと多分例えば私が質問するとするじゃん、メンバーにこれこういうことがあったんだけどどう思ったって聞いた時に、私はこう思ったって言われたら、あ自分もそうかもみたいないう風になっちゃう全部結局あ、ギフトありがとうございます。ありがとうテント、こんばんは。そうなんか読書感想文とかなんかそういう感想系めっちゃ苦手です。めっちゃ苦手だし、なんか別に自分が思ってることがないわけじゃないんだけど、文章にするのがすごい好きじゃないっていうか、すごい苦手。そう、いい意味でも悪い意味でもすごい流されやすいんですよね自分。めっちゃ流されやすいかも。いやーよくないよな本当な。だから読書感想文超苦手。読書感想文は書いたところで誰に見られてるんだろうね。
なんかもう それすらも考えてたもん。なんかこれを書いたところで何になるんだろうとかさ、これを書いても頭良くなるわけじゃないよなと思いながらやってました。これ将来に必要なんかなとか考えちゃったりして。そう考えちゃったりして。そう、なんか賞とかもらってる人いるじゃん、読書感想文で。え、もう何がいいんだろうみたいな思っちゃったりする。でも文字書くことめっちゃ好きなんだよね。書き写してとか言われても全然やりたいってなっちゃう。なんか中学の宿題で唯一好きだったのがあって、なんか新聞の一部を書き写そうみたいなのがあったんだけど、こぞってやってました。もう毎週金曜日に出てたんですよ、その宿題がね。必ず全学年出てたんですけど、それだけはマジでやってました、真剣に。それだけはちゃんと出してた。ほんとそう、新聞のさ、何あれ、なんだっけ、何の部分か忘れちゃったけど、なんかこういうのがあるんですよね。そう、それを書き写すやつなんですけど、そうやってました。懐かしすぎ。転生、あ、それでそれでそれ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 、やばー、エモいじゃん、無理。それですそれです、超懐かしい、それそれそれ、今名前が全然出てこなかった、それだよ、それ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 、そう、それはやってました。なんならゆず今でもやるよ。書き写しノートね、おばあちゃんからもらった。おばあちゃんがやってんだけど、朝日新聞見て、そうやってます。そうやってる。そう、今あります、机の中に書き写しノート。まだ最近全然やってないけど。全然やってないけど、あるよ。そういえば今日あれですね、最終ベルから1年、懐かしすぎるねってマリンと今日話してた。こんばんは。早すぎる。いや本当にそうなんだよね、早いよね、やばいよね。もう今頃でももう終わってるけど、シャッフル公演、シャッフルっていうか、なんかゴールデンウィークみたいな感じでやってた。懐かしい。もう一回出たいな、楽しかったな、最終ベル。個人的にすごい好き、いい曲ばっか。会いに行こうが一番好きです、曲。最終ベルの公演の中だったらめっちゃ可愛くない、会いに行こう、めっちゃ好き。初訪問たくさんありがとうございます。 SK48 チーム S のジグレズキです、こんばんは、ありがとうございます。だってマネージャーさんから電話来たのめっちゃ覚えてるもん。どの公演出てもいいって言われて、全然私でいいなら出させてくださいって言ったの覚えてる。そう、内心 K2 来い K2 来いって思いながら。そしたらメール来た時に最終ベルに自分の名前があって喜んだの覚えてる。ギフトありがとうございます、ありがとう、会いに行こう。なんかさ、めっちゃさ、申し訳ないんだけどさ、なんかさ、アミちゃんがさ、なんかアミちゃんの同期がさ、もうカホちゃんしかいないじゃん、チーム E の中だったら。そうだからアミもうなんか出てたんですけど、そのゴールデンウィークの期間に別のチームの子にね、なんかアミはそのなんか
同期のみんなで K2 に出たいっていう、 K2 かまあ S に、 K2 に出たいって言ったのかな。そしたらなんか同期誰もいないプラス S の声に出るっていう、かわいそうなことされてた。だ逆に同期誰もいなかったかな、悲しいって言って、しかもなんか S 公演めっちゃ出てたのに。そう S 出たとか言っておもろかった。そんなことある、本当にね、おもろいよね。ギフトありがとうございます、ありがとう、こんばんは。まあそれも1年前ってすごいね、時の流れってこんななんだね、早いな。8期で最終ベルやりますか、やりたい、普通にやりたい、フェスも出たいです、フェスもやりたい。フェスはでもね、あれユニットはでも雷鳴とカップリングイズやったことあるからってなったら、あと何が残ってんの、フェスのユニットって。あハングリーライオンとか可愛いよね。こんばんは。ハングリーライオン普段めっちゃ聞くんだよね、聞いてるからやりたいな。全然関係ないんだけどさ、小島春菜さんの歌い方めっちゃ好きなんだよねっていうのは今日メンバーと話してた。めっちゃわかりやすくない？すぐ小島春菜さんが「あ歌ってるわ」ってなる歌い方がすっごい好き。バイバイバイとか、違う違う、バイバイバイとか、あとハングリーライオンとかだけど、歌ってるやろっていうあの歌い方がすごい好き。マジでいいよね、すぐにわかるもん。なんか牧場で練習してた時も、あのユニットのさ、ユニット公演やった時に牧場でやったんですけど、小島春菜さんってなったの、めっちゃ覚えてる。牧隊とかだと、牧隊やりたい、牧隊出たいです。牧隊すごい好きなの、牧隊の公演、牧隊の曲ってめっちゃよくない？すごい好き。ランランランとかもいい曲だしさ、僕舞台も好きだし、未来の果実とかも好き。いいね、やりたいね、やりたいっすね。いいね。そうゆずの声全然わかんないんだよね、なんか低いしさ、歌ってるのあんまさ気づかれない。そう気づかれないんだよね、自分でも。なんか今自分本当に歌ってるんかってぐらい自分の声聞こえないもん、いつも。なんか自分の声がちっちゃいのか周りの人の声が大きいのか何なのか分かんないけど、マジで分かりづらい。マリンはね、もう一発じゃん。マリンは一発、もう声も大きいし、なんならもうあの声で歌ってるじゃん、そのまんま。まあ、めちゃめちゃいいことだと思うんですけど、この声のまま喋れるじゃない、歌えるからいいよね、強い。ゆずは結構なんか歌うと声変わるねって売れることが多いっす。多いっす。
ルーちゃんもねザ・アイドルみたいな歌い方するなって思ってる、いつもかわいい、かわいいです。そして目がかゆいです。鏡鏡鏡が欲しいけど鏡がどこにあるかわからない。あー定期券買わなきゃ、もう切れちゃう期限が。目がかゆいよ目がかゆい。なんか前髪がさめっちゃ目に沈んでる、かゆすぎる。電車そうだよ、なんかさ定期券とかもさ期限が切れそうになるとさなんかお知らせしてくるしてくれるんですよ。もうなんか改札通るときに期限何日までですよみたいな。もうなんかさもう1ヶ月かいみたいになっちゃう、もういつも早すぎて最悪です。もう1ヶ月が経ちます、早いです、悲しい。1ヶ月分なんや、そうだよ1ヶ月分だよ。充実の証拠ってことで、まあそうだね、確かそれはそう。最近は電車じゃなくてほぼ車か、車欲しい、免許持ってないけど。こんばんは。そうなんか免許欲しいなと思ったんだけど、そうまあ別に今はいらないなと思い始めて、でも二十歳までには取りたいんですけど二十歳までね取りたいんだけど多分無理ですね、このままだと、このままだと無理そうです。初見の方ありがとうございます。 SK48 チームメッセンシグレスキです。こんばんは、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは。19分40分になったら終わろうかな。こんばんは。そうでもなんか同級生とかさもうみんな車運転しててさちょっとなんか悲しくなっちゃった悲しくなっちゃった。身分証明として免許持ってる、まあ確かにそりゃそうよね、確かに一発じゃんね、もうそれ出しとけばいいもんね。社交の先生と仲良くなるから楽しい。そういうタイプですか。絶対私仲良くなれないタイプな気がするんだけど、多分無理だわでもさ社交の先生ってさ自然と仲良くなるんかな。あ、原付バイクはちょっとね怖いんで嫌です、乗りたくないですやだちょっと怖い。バイクはいいかな、もう人の見てるだけでも十分です、もう大丈夫です
モンタケシが乗ってるのだけでももういいです。もう十分自分も乗ってる気分になってるから。いや、いいですね、ちょっと。いや、もう一家に一台でいいよ、バイクは。もういらないです。ハラハラしてる。ハラハラはし、ハラハラはしないけど、なんか普通に怖いし、嫌だ。嫌だし、別にあんまり撮りたいと思わんかも。いや、その撮ったところで何をしたいかって考えた時に、何もしたくないなと思っちゃいそうで。でもなんか免許取るときってさ、自動的に原付も取りますよね、確か。お家大好きだった。そうだよ、家にしかいないから。最近マジ足が白くなったことに気づいて、メンバーに足見せびらかしてた、昨日の楽屋で。あのさ、そう、衣装着たまんまさ、ゆず足白くない？ってみんなに見せてた。そう、白くなったんよ。そう、黒かったけどね。そう、だんだん白くなってきました。まあ、まだ黒いけど。まだ黒いけど。そう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 。あと、なんかガーターの良さっていうのを語ってました、昨日。ガーターってエッチだよね。エチエチじゃない？ガーターって。なんであんなさ、別にさ、あんなさ、ガーターってさ、別にさ、なんかさ、なんかちょっとつけてるだけなのにさ、なんであんなエチエチなんだろうね。よくわかんないもん、私にも。けどなんかすごいさ、エチエチだよね、ガーター。魅惑のガーター。いや、やりたくないです、それは。やだやだ。いやー、ちょっとやだな、魅惑のガーター。やっぱしかも上につけるほど、なんであんなエチエチになるんだろうね。おかしいよね。なんでなんだろう、すごい気になる。ゆずシュシュは足につけてるだけなのに。いや、本当にそれな？なんでさ、ただのシュシュやで、あれ。本当。やばくない？おかしいよね。こんばんは。いちいちだよね。そう、しかも昨日、アミちゃんと一緒に着替えたんだけど、衣装着替える時に。そういう、後ろとかさ、チャックだとさ、自分で着替えれないから。お互いの衣装着させ着た、お互いの衣装をこうやってチャック上げたりしてたんですけど、そう、ガーターとかつけてた時にさ、あみちゃんが「もっと上でしょ」って言われて、結構上目につけた今回。なんならもうちょっとさ、上目でもよかったなと思いながら。アミちゃんがさ、もっと上でしょって言って、もっともっとって上上ってそうやってた。てか、アミちゃんが着てた衣装も可愛いよね。さ、あれも別に着たことあるから、特会で別に着れないってわけじゃないけど、なんか全然考えがなかったわ、あの衣装が頭の中に。こんばんは。あ、そう、なんかさ、昨日ストーリーそれ載せたんですよ、ガーターについて。そう、けどなんかストーリーだとちょっともったいないかなと思って消しちゃった。ごちそうさまでした。
インスタの写真めっちゃ綺麗でした。あれね、あみちゃんが撮ってくれました。そう、お互いに撮りました。あみちゃんね、なんか身長的に多分一番撮りやすい気がして、そう、多分身長高い人とかに頼んじゃうと余計にかがんでもらわないと撮れないから、そう、自分より身長が低い人に撮ってもらうようにしてる。全身は、まあ、寄りとかは別にいいんですけど、誰でも誰でもいいんですけど、そう、引きとかの全身の写真は、そう、そうです。そう、 iPhone のノーマルカメラに枠つけてるんですけど、白いグリッドみたいなのがつけれるんですけど、そう、それを使っていつも撮ってます、写真は。まあでも引きすぎてもね、遠くなっちゃうし、寄りすぎても全身が見えないから、ちょうどベストの位置を見つけていつも撮ってもらって。あとみはるもね、撮るの何気うまいんだよねそう、でもあみちゃんのも昨日撮ったけど、うまいって言われた。みんなの撮ってあげるよ、全身写真。私が撮ってあげる。いやでもマナダッシュならの靴は多分めっちゃ足細く見えるから、まあそんなにヒール高くなかったけど、まあ高いっちゃ高いんですけど、そう、めっちゃ足綺麗に見えるような靴だったから、良き。マリンちゃんとアップルウォッチ一緒。あ、一緒です。でも機種は違う。機種は違うけど一緒だよ。アップルウォッチつけてるとさ、毎日歩数がえぐいことになる。1万とかいっちゃう、普通にレッスンとかでもしてると。その分もカウントされてるからさ、そう、歩数がいつもえぐいことになるは健康的。いや本当ね、まあほぼ歩かずに踊ってるだけだけど踊ってるだけだけど、でもそれでもすごいよね。1万歩歩いてるってカウントされてるのすごいよね。でもアップルウォッチはでもほとんどなんかつけてるだけで、そんな多分使いこなせてないです、まだ全然使いこなせてない。もう買って半年経ったけど、まだ使いこなしてません、多分1万いくんだ。え、でも多分自分が普通に歩いてるのとプラスで普通になんていうの、踊った分も計算されてるから、踊っただけで1万歩はないけど、でも2曲とかレッスンしたりとかすると多分やばいと思うやばいと思う。もう7キロとか歩いてる、カウントされるもん。新しい時欲しい。ユズはね、もうミーハー女なんで、アップルウォッチが目に入ってからは、そう、アップルウォッチしか買いたくないっていう脳になってしまって、誕生日プレゼントで買ってもらいましたそう、買ってもらいました。そう、なんかもう全部揃えたくなっちゃったんですよね、アップルで。携帯もだしさ、イヤホンもそうだし、だとしたら時計も買うしかないじゃんと思っちゃって、そう、揃えたくなっちゃったんよ私もともと時計をつける習慣が全くなくて、去年の夏8月ぐらいからかな、やっと時計つけ始めたんですけど、
今でも今はもうだいぶ時計つけるっていう習慣があるから、時計つけてなくてもさ、たまに腕こうやってやっちゃうもん。電車乗るときとか結構便利だよね、普通に時計は。携帯わざわざ開かなくていいし。きっとパソコンも使うような人とかだったら、パソコンもアップルで買ってんだろうな、自分は。あ、バンドね、そう、今私も変えたい、もう変えたいです、もう今から変えたいぐらい変えたいです。ちょっと飽きてきました。そう、春だからピンクにしたんですけど、ちょっともう春じゃないじゃん、もう気温的に。ちょっと変えたいな。以前アップルで揃えてました。いいよね、普通になんか気分が上がりそう。いつもイヤホンもアップルだし、アップルしか勝たんねーって感じですね。もう基本的になんか電車乗ってる時は携帯触るんだけど、電車降りてから移動する時はポケットに入れるかするから、そう、わざわざさ、なんか次電車乗る時とかさ、今何時だろうって思った時にさ、なんか携帯取り出さなくていいのがめっちゃ便利です、時計は。こんばんは。 MacBook 持ってスタバ行こう。行こうかな、ちょっといい女になりたいな。でも何しよっかな、 MacBook 買ったところでな、自分何もできないからな。いやー、もう MacBook 持って足組んで見てたらもういい女でしょ。いい女じゃん、もうヒール履いちゃって、いい女でしかないわ。明日服何にしよっかな、明日寒いかな、暑いかな。服に困っている、いるけど候補はあるけど、何がいいか。昨日ゲートタワーのスタバで夜 MacBook 使って仕事しました。ゲートタワーのスタバいいよね、よく行くわけじゃないけど行く。こんばんは。明日ラジオないよ。じゃあじゃあちょっと無理だね。そうしたらラジオなんだよね、なるべく喋りたいの収録です。なあやんとひめたんと、あ、今お便りって間に合うんかな、お便りぜひお待ちしておるけど、今もいける、わかんないけど、もしかしたら読まれるかもって感じです。送ってくれたらなるべく喋りたい。2回目ですね、私はなるしゃべ。そう、前回谷さんとみゆちゃんとだったので、そう、2回目です。 CBC ラジオさんに行きます。前回面白かった、前回、いや普通に純粋に収録がまず楽しすぎた。楽しすぎた。3月の何日だっけ、あれ9日とかかな、9日だっけ、9日ぐらいに確か収録したんですけど、何ヶ月だ、2ヶ月ぶりぐらい、8日かな、9日かな、忘れちゃった。でも3月の頭だったっけのは覚えてる。そう、次の日がトーク会だったね、確か。そう、それが、それは覚えてるから。そう、
あ、3月11日かも。12、13がトーク会だったよね、確か。で3月11日、11日に多分収録してるはず。楽しかったです、めちゃめちゃ。超楽しかった。ラジオっていいよね。いや、本当にそれ、なんかこちらも喋ってるだけなのに、こんなにさ、聞いてくれる人がいて、それを面白いとか楽しいとか、って言ってくれる人がいるのがもう素晴らしいわ。いや、こちらは何、なんかもう楽屋でさ、おしゃべりしてるような感覚ないよ、もう本当に。まあ収録してるっていう気持ちにはなるんですけど、結局はおしゃべりしてるだけだからさ、フリートークとかしてる時とかも、もうほぼほぼ楽屋トークみたいになっちゃう。じゃあこの後は大雨で子供の写真を送ります。子供の日なんで、子供の日なので子供の時の写真を載せたいと思います。送りつけます。3枚ぐらい確保したので3枚送りつける。載せちゃダメだよ、みんなっていうか、まあ、撮ってくれてる人、まあ知ってると思いますが、載せないでください。こんばんは。ミレイちゃん小屋の写真か、やめてください、そういうの。ダメです、ダメです。ルールとマナーを守りましょう。そうですね、有料のコンテンツなんで載せちゃダメだよ。こんばんは。でも別に面影ないわけじゃないんだよね、写真、ちっちゃい頃の。どことなく私のね、そうあるんだよね、まだ面影的なものは。赤ちゃんの頃からずっと、生まれたての頃から、なんかどこ、目とかわかんないけど、笑った時の口とかそのまんまです。そう、ほんとそのままよ。特に口がほんとに変わらない、口と、なんか笑った時のもうここら辺がここら辺がもうずっとこれ、昔から。いつくらい写真が届くか楽しみ。言おうと思ったけど言わないでおくわ、じゃあ。届いてからの楽しみで。でも私も正確な年が分かんないけど、多分あ、40分だ。じゃあそろそろ終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ではまた明日、明日はもうお仕事終わったら配信したいと思います。またね。ありがとうございました。バイバイ。おやすみ。ありがとうございました。バイバイ。またね。おやすみなさい。ありがとうございました。